このグラフは、緑の折れ線グラフは1991年から2011年にかけてのドル円レート、赤い棒グラフは同じく介入金額で、金額がプラスの場合はドル買い円売り介入、マイナスの場合はドル売り円買い介入です。2011年までとなっているのは、2012年以降は10年間にわたって介入が一度も行われなかったためです。このグラフから為替介入についていくつかの特徴を読み取ってみましょう。まず、日本の過去の為替介入のほとんどは円高時に実施するドル買い円売り介入でしたが、ドル売り円買い介入の事例も少ないながらもあります。すなわち、湾岸戦争の時に一時的に発生したドル高に対処するために1991年から92年にかけて行われた介入と、クリントン政権の強いドル政策や日本での金融危機を背景に発生したドル高への対処として1997年から98年にかけて実施された介入です。これらのドル売り円買い介入がドル円レートがどのくらいの時に行われたかというと、このグラフは1991年以降のドル円レートのレンジごとのドル売り介入の回数を示したもので、ドル売り介入はドル円レートが121円以上の時に実施されており、最も多かったのが127円台の時だったことがわかります。つまり、最近のドル円レートはいつ介入が行われても不思議ではない水準にあるということができます。次に、為替介入は一度入ると為替レートの修正が達成されるまで何度も繰り返し入る傾向にあることがわかります。グラフは月ごとに何回為替介入が行われたかを示したものです。一度介入が入るとその月のうちに5回10回と繰り返し介入が実施されていることがわかります。円が1ドル 79.75 円の史上最高値をつける直前の1995年3月には21回も実施されています。この時は3月13日から3月末にかけて毎日介入が行われました。それから、介入が入ってから数年後にはそれまでの円安もしくは円高のトレンドが転換していることがわかります。つまり、為替介入は中期的な視点で見れば有効だったと言えます。グラフは介入が入った後何パーセント為替が動いたかを示したものです。介入から1週間ほどは平均すれば為替レートにあまり変化が見られず、1ヶ月から半年ほどは当局の意図した方向とは逆方向に為替レートが進み、しかし1年以上が経過すると政府の意図した方向に為替レートが動いていることが示されています。これは為替介入によってそれまでのトレンドを一時的に止めることに成功するものの、1ヶ月後にはそれまでのトレンドの方向に為替レートが動き、しかし最終的には当局の意図通りに為替レートが修正されたと解釈することができるでしょう。なお、介入から1週間ほどは為替レートにあまり変化が見られないとしましたが、これは変化率の数字を平均すればということです。変化率の絶対値を平均してみると、介入後には為替レートに小さくない変動があったことがわかります。このグラフは介入が行われた後の為替レートの変動幅を示したものです。これを見ると、介入実施後翌営業日には 1% 弱、2週間で約 2%、 1ヶ月で 2.5% 強の為替レートの変動がありました。今のドル円レートで言えば1日で1円ほど、2週間で 2.5 円ほど、1ヶ月で3円ほど動いたことになり、介入によって為替レートが大きく動く傾向があることがわかります。